そんなわけでこれとっても軽いんですね。そこに後ろにビデオがある。ビデオに何か映ってますね。今ビデオはシャープのビデオですね。テレビで、テレビっていうのは大きな箱だったのが、今ああいうふうに大きな薄いものになってしまいました。一つのインテリアとして存在感があるものですね。あれは全部漆です。今これを展示しているところが映ってるね。あれを見てください。ああやって秒で止めていってるわけですね。ちょっとしばらくから見ててくれる？布がこんなふうに、美術館でですね、傍若無人にこの展示されてるっていうのは初めてだったと思うんですが、初めてってことはないけれど、で厳密に言うとやっぱり10キロ弱っていうところで、どんだけだか測ったわけじゃないんですけど、とにかくこんな丸い筒が 4本ですね。だから担げるようなものです。でくどいようになりますけど、燃えないというか、酸素をもっと供給すればというか、我々今生きているこの空気というのは 20% 弱の酸素なんですね。でここの中では、この酸素の供給量では燃えないんです。で大体この倍 40% ぐらいの酸素の供給をしないとこう燃えない、つまり燃えにくい。燃えない物質というのは大体ないんで、その燃えにくいということなんですけれど、それと同時にガスを発生しないとか、まあ、あらゆる意味でパブリックスペースに向いているというか使えるものです。でちょっと僕の古いものを今映し始めたところなので、これちょっと見てみてください。これはポリエステルなんですね。でここに雲母のようなこうひだがあります。でこのひだがとても美しいんですが、今回そこの小さな壁面に、そこの、はい、行くと出口っていうか入り口に5種類の布がかけてあります。これは燃えてしまうんですが、5種類は全て燃えません。であれは今新装になったニューヨークの近代美術館で、建築の部分で買い上げてもらって展示されております。去年の9月から展示されておりますが、おそらくこう私のところに直接来ているものだけでも、まあ、日本人はおろか、カナダからアメリカからヨーロッパから、中にはなんて書いてあったっけ、ラーセンはなんて書いてきたんだ、サプライズじゃなくてコングラチュレーション、おめでとうって。これを一つですね、燃えなくしたためにね、純一はスターになったって、スターになったって言うと変な言い方ですけれど、で今のものでもこういうふうにちょっと今のに戻して、これはこれですね、透明な部分と透明でない部分っていうのもこれでできるわけです。ただこの布はですね、これ壊したらすぐ実用に使えるようにね、何も加工してないんですよ。で次に進みましょう。こういうことができます、展示してあるものでも。でこれはですね、今ここでも使っている CD の
ホログラフィックっていうか七色に輝くものができているわけですけれども、これも燃えないフィルムで作る可能性はあるわけです。だけどまだ今 PPS でこれを作るってことはやられていません。これは昔やったやつですね。桐生の油林管という蔵でやりました。これはその蔵の中でシルクと混ぜたもの、ナイロンと混ぜたもの、ポリエステルと混ぜたものがあります。